会の方で労働をさせていただきます。結成宣言、9月15日に行われた結党大会において国民民主党の幹事長として新党結党の協議を行ってきた信濃博文衆院議員は、立憲民主党結党に至る経過について報告。150名の衆参国会議員で新党は同じすることになりました。お集まりの国会議員、国政選挙内定候補者、新党参加への決意をいただいている自治体議員、支援者の皆様に心から御礼を申し上げますと会議を述べました。昨年秋の臨時国会から協力会派が結成されました。強力な国会論戦力を発揮していただき、大学入試における英語民間試験の導入の見送りをさせる、コロナ対策では10万円の特別給付金を実現させるなど、国民の皆さんが求める数々の政策を実現してまいりました。これらの実績を背景に、政権を奪取して国民の手に政治を取り戻すために、共同会派を成熟させて一つの政党へと結実させようという思いが表に至りました。具体的には、昨年12月、立憲民主党と国民民主党の協議が始まりました。以来、福山幹事長と数十回の会談や協議を重ね、8月下旬に新党の公用案、規約案、代表党勢選挙規約案を取りまとめるに至りました。これをもとに、8月24日に立憲民主党、国民民主党、社会復興を立て直す国民会議、無所属議員フォーラムの幹事長で新党結党の合意を交わしました。9月3日の時点では、入党宣誓書を提出いただきました。149名の国会議員で、9月10日に新党の代表と党名を決定する選挙を実施しました。代表は枝野代表、党名は立憲民主党に決まりましたと報告しました。佐賀県では、今回の新党結成の決定を受けて、9月13日に行った会議において、新しく結成する立憲民主党佐賀県総支部連合会の代表を、当時の役職で、田口和弘国民民主党佐賀県連代表、大口博士立憲民主党佐賀県連代表、園田康夫国民民主党佐賀県連代表代行の3名で話し合うことを委託し、田口和弘代表、大口博士最高顧問とすることを確認しました。また、園田康夫代表代行を役員選考委員長とし、9月19日に役員選考委員会を開催いたしました。こうした経過を踏まえて、2020年9月26日、立憲民主党佐賀県総支部連合会の結成をここに宣言します。ありがとうございました。それでは本日の議事進行を、議長を、谷田真嗣国会議員にお願いしたいと思いますけど、皆さんの意見でございませんでしょうか。見ました。それでは、議長の発言をお願いします。それでは、議長の登壇をよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。本県接待会に議長に就任いたしました小栗市議会議員の谷田真嗣でございます。この待ちに待った結成大会の議長を役を務めさせていただくことに非常に嬉しく思っております。それでは皆様のご協力により、本大会が滞りなく開催できますようお願いを申し上げ、花が簡単ですが挨拶に返させていただきます。それでは立憲民主党佐賀県総支部連合会の公表及び規約の提案を山田誠一郎佐賀市議会にお願いいたします。それでは新しい立憲民主党
佐賀県の創宿連合会をの考慮および、および、すみません、緊張しております。規約をについて、ご提案を申し上げます。まず考慮1、基本理念、立憲民主党は立憲主義と熟議を重んじる民主政治を守り育て、人間の命と暮らしを守る国民が主役の政党です。私たちは自由と多様性を尊重し、支え合い、人間が基軸となる共生社会を作り、国際協調を目指し、未来への責任を果たすことを理念とします。私たちはこの理念のもと、一人一人の日常の暮らしと働く現場、地域の声とつながり、明日への備えを重視し、国民の期待に応えうる政権党となり、この基本理念を具現化する強い決意を持って立憲民主党を結党します。2、私たちの目指すもの、立憲主義に基づく民主政治。私たちは立憲主義を守り、象徴天皇制のもと、日本国憲法が掲げる国民主義、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を堅持します。私たちは立憲主義を進化させる観点から、未来志向の憲法議論を真摯に行います。私たちは草の根の声に基づく熟議を大切しながら、民主政治を守り育てます。人権を尊重した自由な社会、私たちは公正で透明な社会システムを通じて、人間の営みと基本的人権を尊重した自由な社会を構築します。私たちはあらゆる差別に対し断固として戦います。私たちは性別を問わず、その個性と能力を十分に発揮することができるジェンダー平等を確立するとともに、性的指向や性自認、障害を生む雇用形態、家族構成などによって差別されない社会を構築します。多様性を認め合い、互いに支え合う共生社会、私たちは一人一人が個人として尊重され、多様な価値観や生き方を認め、互いに支え合いつつ、すべての人に居場所と出番のある共生社会を構築します。私たちは地域ごとの特性を生かした再生可能エネルギーを基本とする分散型エネルギー社会を構築し、あらゆる政策資源を投入して、原子力エネルギーに依存しない原発ゼロ社会を一日も早く実現します。私たちは多様な生物や自然環境との調和を図り、持続可能な社会を目指します。人を大切にした幸福を実現できる経済。私たちは公平に開かれた市場の中で、目先の効率性だけにとらわれずに、人を幸せにする経済を目指します。私たちは人への投資を重視し、過度な自己責任論にとらわれず、陥らず、公正な配分により格差を解消し、一人一人が幸福を実現できる社会を確立します。私たちは食料やエネルギー、生きるために不可欠なサービスなどを確実に確保できる経済を目指します。私たちは科学技術の発展に貢献するとともに、個人の情報や権利が保護され、個人の生活が侵害されない社会を目指します。
私たちは科学技術の発展に貢献するとともに、個人の情報や権利が保護され、個人の生活が侵害されない社会を目指します。を持続可能で安心できる社会保障。私たちは持続可能で安心できる社会保障制度を確立します。私たちは生涯を通じた学びと挑戦の機会を確保し、一人一人が働き方や暮らし方を柔軟に選択できる安心社会を実現します。私たちは社会全体で全ての子どもの育ちを支援し、希望する人が安心して子どもを産み育てることができる社会を作ります。か、危機に強く信頼できる政府。私たちは政界、政官財のしがらみから脱却し、現実的な未来志向を政党として、政治と行財政の適切な改革を着実に実行します。私たちは実効性のある公文書管理と情報公開を徹底し、透明で公正な信頼できる政府を実現します。私たちは災害や感染症などの社会的危機に際しても確実に機能する実行力ある政府を実現します。私たちは東日本大震災をはじめとする災害からの復興に全力を尽くします。私たちは多様な主体による自治を尊重し、地域の責任と創意工夫による自立を可能とする真の地方自治の確立を目指します。非世界の平和と繁栄への貢献。私たちは国際協調と専守防衛を貫き、現実的な社会保障や外交政策を推進します。私たちは健全な日米同盟を軸に、アジア太平洋地域、とりわけ近隣諸国をはじめとする世界の国々との連携を強化します。私たちは国際連合などの多国間協調の枠組みに基づき、気候変動などの地球規模の課題を正面から向き合い、国際社会の恒久平和と繁栄に貢献します。私たちは人道支援、経済連携などを推進するとともに、核兵器の廃絶を目指し、人間の安全保障を実現します。私たちは自国のみならず、他の国々とともに利益を享受する開かれた国益を追求します。私たちは日本の文化芸術を大切にするとともに、世界の多様な文化と交流しつつ、幅広い文化芸術活動の振興を図ります。規約については、基本的な内容は今回、国民民主党佐賀県連の規約を踏襲しました。以上で、綱領と規約の提案とさせていただきます。以上でございます。ありがとうございました。次に新役員提案を園田康雄役員選考委員長お願いいたします。
県連組織の代表として山口和弘、最高顧問として大串博志を中心に組織の拡大と強化を図り、自民党に対決できる県連組織を確立するということで進むことといたしました。したがってその他の役員については横滑りをしていただくということで考え、我々の組織に合流ができなかった電力と電気のお二人のが空席となりますので、その組織の幹事長代理を小木市議会議員の勝木知恵さんにお願いをすると、こういうことで、役選委員会を19日に開きまして、森雄一、山田新一郎、久米克康、勝木知恵に4名で、私を含めて開催をし、皆さんに提案をしてご了承をいただきたいと申し上げてございます。以上、役選の経過についてご報告をいたします。ありがとうございました。それでは綱領、規約および新役員について一括でお話ししたいと存じます。では承認される方の拍手をお願いいたします。ありがとうございます。賛成多数取り組め、綱領、規約案、新役員案を決定させていただきます。案の削除をお願いいたします。それでは新しい立憲民主党佐賀県総支部連合会代表に選出されました原口勝弘代表より挨拶をいただきます。はい、この綱領の中に人間の安全保障という言葉が
が入っています。人間の安全保障というのは教育によって一人一人が自らの人間の尊厳、他者の人間の尊厳、人権について学び、それを日々保障していく、教育によって平和を作っていくという考え方であります。アマティア・セン博士と、そして緒方貞子先生が提案をされたものが今世界に広がっています。抑圧ではなくて、あるいは暴力ではなくて、武器ではなくて、私たちは人間の尊厳の保障で世界を平和にしてまいりたい、このように考えています。そしてこの考慮の中に入ったものの、もう一つ地域主権改革の考え方が明確に出ています。今まで中央にお金を集めてそれを地方に分配する、その中でたくさんの不正なこと、抑圧、そして地域の富の散奪が行われてきました。私たちはこの佐賀県からそれを跳ねのけてまいります。総社代表代行を中心に本当にこの佐賀県の組織を作っていただきました。また犬塚副代表がこの世界の中で日本の果たす役割を常に発信を続けてくださっています。これで結びにいたしますが、私たちは大きな声、権力に追随をし、そしてアメリカの海外保守、それに従属をする者とどう戦えばいいでしょうか。大きな声に自分を重ね、今回もそうであります。単質に世界に影響を与える二人ということで、大阪直美さんと伊藤詩織さんのお二人が選ばれました。その方々は多くの勇気を私たちに世界に向けて発信をしてくださっている方々であります。しかし他方で、女性は嘘をつくものである、まさに女性蔑視そのもの、そういうものにどう戦えばいいんでしょうか。それは私たちこの佐賀県連で皆さんと一緒に育んできたその活動の中にあります。小さな声、声なき声、そして明日も持続化給付金の問題でズームミーティングをやりますけども、一番苦しんでおられる方、困難に直面している方、その方々との連帯、その方々との学び、その方々をしっかりと明るく温かい私たちの政策で包み込む、誰一人として一人きりにしない。今この8月だけで20代30代の女性の方々の自殺がこんなにもある、絶望との戦いを私たちは絶対に負けてはならない、日々絶望し、もうダメだと思っておられる方々を一人でも救い、そして明るく温かい社会をこの佐賀県連の結束で作っていこうではありません。結びになりますが、これから党政幹部でさらにさらにやってまいります。国会では憲法53条に基づいて国会開会を要求してますが、国会委員長代行として言うと、どんなに早くても次の10月の23日あるいは26日という開会にの予定であります。その間に新型コロナウイルスで感染しなくてよかった人たちが感染し、この災害で救われるべき人たちが救われない、そのことを正すために私たちは閉会中審査も約束をさせました。皆さん150人の国会議員の政党ができました。そして佐賀県においてはまさに人権の佐賀、人間の尊厳の保障の佐賀にふさわしいこの県連が発足をいたします。大串最高顧問ともども私たちも国政で、そしてこの佐賀で懸命に頑張ることをお誓い申し上げ、皆様へお礼と、そして決意の挨拶に変えたいと思います。皆さん頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。
続きまして立憲民主党貴健総塾連合会最高顧問に選出されました大串博史最高顧問より挨拶をいたします。考え方に基づいて
それをまた繰り返そうとしているような気がしてなりません。今、日本の政治家、いやあるいは世界の政治家と言っていいと私は思います。大きな変革期を迎えようとしています。そのような政治政府がやるべきことは、民間活動の自由度を増して、規制緩和をして、どん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 競争させて、その誇りを回っていく、まあ、これが確かにこの5、60年間の世界の成長モデルであり、政治はそれを追ってきました、推進してきました。しかし今やそれでは経済成長を得ればどうか、社会の安定は図れないということが、日本だけじゃなくて世界全体で明らかになります。結果として格差が広がり、社会の安定はなくなり、かつ中間層が痩せ細って、経済の成長すらしなくなっている。皆さん、最近の先進国が全く経済成長していないのは、なぜか思われたと思いますけども、ここに影響があるんです。ここに原因があるんです。そういう中で、今こそ政治が求めてきたものを大きく転換すべき歴史的地点になっています。その歴史的地点を一深くして、そういった意味での政治的主張を成していくのが、この立憲民主党の綱領に書かれた支え合いの社会です。きちんとした分配政策を行うことで、格差をなくし、格差をなくすことで、社会の安心感を高め、それが経済の成長にもつながっていく、社会の安定感にもつながっていく、新型コロナのような感染症に戦っていくのにも必要な政治が、政府が作られていく。そのような政治というもの、政府というものの大きな考えの転換が、今こそ日本、そして世界で必要になっておって、それを引っ張っていくのが私たちだというふうに、ぜひ皆様にはご理解いただければというふうに思いますし、心を一つにして皆様と共に頑張っていければと思います。まあ、そういった意味である意味、以前の民主党政権の時とは、考え方が大きく変わってきた、社会背景が変わってきたゆえに、私たちが目指すところも変わってきて、そういった意味で新しい立憲民主党となって、皆さんともに頑張っていきたいと思います。スタートラインのように聞こえますが、ここはスタートラインではない、ここは目的地だったように聞こえますが、目的地ではありません。これからがスタートラインでございます。ご案内のように、衆議院解散総選挙はいつ行われるかわからない。これを勝ち抜いて、政権を取れる結果を出していかなきゃならない。さらには、まもなく地方選挙がたくさん佐賀県内にも開かれる時期が始まってまいります。この中で各地方組織、地方組織を皆様と共に仲間を増やしていきたいと思いますし、合流にあたって党員の皆さんやサポーター、パートナーの皆さんに加えて入っていただいて、さらにその面でも一人でも多くの方々に党員、サポーターに入っていただく努力もまた皆さんと共に広げていきたいと思います。やっと踊りついたこの地点でございますけれども、この地点がスタートラインという思いで、皆さんと共に政権を担える地点に立ったという思いで、本当に政権を取るその覚悟で、皆さんと共に原口代表と共に、で副代表、代表代行と共に、そして多くの皆さんと共に頑張っていきたいと思いますので、皆さんの力のお結集を心からお願い申し上げさせていただきまして、私からの感謝と、そして頑張りましょうというご挨拶に返させていただきます。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、立憲民主党佐賀県総支部連合会副代表に選出されました犬塚忠志副代表より挨拶をいただきます。立憲民主党がスタートの日を迎えました。皆さん本当にお疲れ様です。一強カジャブと言われて、2012年以来8年間リーフを集散を繰り返してきた、そんな政治の背景がありますけれども、しかしこの佐賀県は私は全く
ぶれていないとそう思います。全国の選挙区の中でも野党の代議士を佐賀県の皆さんが本当に支援をしていただいて、選挙区で代表もそしてまた最高顧問も選出を続けていただきました。全く佐賀県は変わってないんだと思います。これから目指すところは佐賀県民が見てるんだぞ、おごれる者が変なことをするようだったら、上にいる人たちが無駄遣いするようだったら、あるいはこの経済危機の中で全く配慮が足りないような政策があるんだったら、我々が見てるんだぞ、いつでも政権交代をするんだぞ、そういった佐賀の誇り気は全く変わらないんだと思います。新しい立憲民主党ができました。これをスタートにして、この武器を全国に広げて、一日も早く政権交代を実現をして、そして有権者が常に目を光らせている、選択肢がしっかりとある、そして我々がもし政権を取っておごり高ぶりが出てくるようだったら、またこれを有権者が変えてしまうんだ、そんな緊張感のある政治を一日も早く実現をしてまいりましょう。私も共に頑張ることを誓い申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました。皆様には大変力強い決意と、これからの佐賀県連の活動方針が示されました。またお手元の議案書には、先日結党大会における枝野代表の挨拶を含めた活動方針を提案しております。ここで活動方針についての承認を行います。では承認される方の拍手をお願いいたします。ありがとうございました。賛成多数と認め、活動方針を決定いたします。案の削除をお願いいたします。ここにメッセージが本大会に寄せられておりますので、ご披露いたします。勝木千恵美幹事長代理、お願いいたします。祝電とご披露いたします。立憲民主党佐賀県総支部連合会結成大会のご盛会をお祝い申し上げます。合流新党として大きな塊作りに向けた営みが極めて重要な到達点に達し、本日を迎えられたものと受け止めています。国会議員、地方議会議員のそれぞれがこの間の経験や教訓を飛躍のエネルギーに転換し、真に国民に寄り添い、命と暮らしを守る政治を実現していただくことを強く期待するところです。野党第一党としての役割の復帰は、政治全般に対する国民の信頼を高め、政治に緊張感をもたらすことは、健全な議会制民主主義の実現を通じた国民の利益の最大化に他ならないと確信をしています。コロナ禍という国家危機を克服し、安心で持続可能な社会を展開することができる我が国の将来ビジョンをいかに描くかが重要であり、連合佐賀が目指す働くことを軸とする安心社会の実現にも、働く者、生活者の立場に立つ政治勢力の拡大が重要です。次期衆議院議員選挙に向けては、連合佐賀が推薦決定をしています原口和弘衆議院議員、大串博志衆議院議員の必勝に全力を尽くすことをお誓い申し上げ、結成大会並びに必勝連帯に向けたメッセージといたします。2020年9月26日日本労働組合総連合総連合会佐賀県連合会会長井出正彦様、絶大なる
ご支援、面談のメッセージ、誠にありがとうございました。ありがとうございました。いよいよこれから立憲民主党佐賀県連の佐賀県総支部連合会のスタートです。結びに頑張る参照で締めたいと思います。皆様にはご支持いただき、振り返っていただきたいと思います。頑張る参照の発声をまずは望む青年局長をお願いいたします。それでは心を一つに立憲民主党佐賀県連、頑張ろう！